TBS のスポーツバラエティ番組、サスケ。一般公募で選ばれた100人が、巨大なアスレチックに挑戦するという内容です。このサスケは、もともとは、筋肉番付、というバラエティ番組の中の企画として始まったことをご存知でしょうか。ただのバラエティ番組のワンコーナーだったはずのサスケは、山田勝美や秋山和彦といったスター選手が現れていくことで人気企画となっていきます。そして、筋肉番付が終了した後も、サスケは特番として残ることになるのでした。そんなサスケを生んだバラエティ番組である筋肉番付は、一般参加者やスポーツ選手が様々な競技にチャレンジしていくという内容のものでした。この筋肉番付には、サスケのルーツとなった競技があることをご存知でしょうか。今回は、サスケのルーツとなった競技、ハンドウォークを紹介していきます。筋肉番付が始まった当初は、高い跳び箱を飛ぶモンスターボックスや、バク転50メートル走などが人気企画でした。これらは、何人かの参加者が記録を競う、対戦もののような競技で、人と人との戦いが大きな魅力だったと言えます。そんな中、1996年の5月に、いわゆる、個人戦のような競技が生まれます。その競技こそ、ハンドウォークだったのです。ハンドウォークは、一般参加者やスポーツ選手が大きなアスレチックを超えていくという競技で、まさにサスケの原点とも言えるものでした。ただ、このハンドウォークは、サスケと決定的な違いがあります。それは、常に逆立ち状態で挑まなければならないという点で、地面に少しでも足をついてしまうと失格となってしまうのです。逆立ちができるというだけでもかなりの運動能力と言えるでしょうが、さらにその状態で数々の難関エリアを越えていく必要がありました。第1エリアは、希望の大地。平坦な道を1メートル80センチ進むだけのエリアですが、普通の人にとっては逆立ちでそれを行うだけでも至難の業でしょう。そして、2本のバーを掴んで進む、試練の平行棒に進みます。その後は、7段の階段を上る、天国への階段、です。さらに第4エリア、先人の谷は22度の傾斜を降ります。そして、穴の開いた2本の橋を越える、悪魔の2本橋を越えれば前半戦は終了です。ブレイクゾーンである、休息の大地に入ることができます。ここでは、30秒間だけ休憩することができ、地面に足をつくことが許されます。後半戦は、第6エリアの、茨の道から始まります。ここは、高低差のある18のブロックをうまく進んでいかなければなりません。そして、8段下りの地獄への階段に進みます。その後の22度の傾斜を登る心臓破りの丘は、ハンドウォーク最難関エリアと言えるでしょう。逆立ちで斜めの道を登るのは思った以上の難関で、体操でオリンピックメダリストの経験を持つ池谷幸雄もリタイアしたことがあります。最後の第9エリアは、15センチメートルの細い橋を渡る、地獄の一本橋、になります。この全部で9つのエリアを越えればクリアとなるのです。なお、挑戦時には参考としてタイムが測られますが、時間制限はありません。一般公募で集められた参加者が特設セットの障害物を越えていくというハンドウォークのコンセプトは、まさにサスケそのもので、逆立ち版サスケといった雰囲気の競技でした。また、当初からサスケと同じく、完全制覇、という概念もあり、9つのエリアをクリアできれば完全制覇という扱いでした。そんなハンドウォークで完全制覇を達成した者は2人。史上初の完全制覇者は、中国出身の女性、ニエアイズ。体操歴25年のキャリアを持ち、曲芸指導員として活躍していました。
曲芸の本場、中国からの刺客は驚異的なバランス感覚を見せ、完全制覇を達成するのです。足を前後に開く独特のフォームが特徴でした。そして、二人目の完全制覇者は体操選手の池谷幸雄。初挑戦時は第8エリアの心臓破りの丘でリタイアとなってしまった池谷幸雄ですが、二度目の挑戦でリベンジを果たすのでした。こうして、筋肉番付で初の障害物系の企画となった、ハンドウォークは、二人の完全制覇者を出したことでハンドウォーク2にリニューアルされます。完全制覇者が現れると大リニューアルするというシステムは当初からあった上に、難易度がどんどん跳ね上がっていくのもサスケと共通しています。そして、その後もハンドウォークは何度もリニューアルされる人気企画となっていきます。また、ハンドウォークタワー、ハンドウォークビルディングなどの特別企画も人気を博すことになるのです。特に、特別企画で放送されたハンドウォークタワーは、全部で3ステージをクリアするというもので、かなりサスケに近いコンセプトでした。森をイメージしたファーストステージ、街をイメージしたセカンドステージ、宇宙をイメージしたサードステージは、デザインもかなりサスケに似たものだったのです。さらに、ハンドウォークの他にも、筋肉番付では障害物を超えていくという趣旨の企画がどんどん現れていきます。竹馬で9つのエリアを超える、バンブーダービー、一輪車で9つのエリアを超える、ライクアピエロ、などの人気企画が生まれました。こうした、9つのエリアをクリアできたら完全制覇、という趣旨の競技は、筋肉番付の定番の企画となっていくのです。そして、様々なコンセプトで9つの障害物を超える企画が生まれていく中、1997年秋にそれらの集大成となる新企画が誕生します。その新企画こそ、サスケだったのです。4つのステージから構成されるサスケは、初期は全ステージで合わせて18エリアあり、従来の9エリア系の競技の2倍のスケールとなっていました。さらに、それぞれのエリアも全くコンセプトが異なり、総合的な運動能力が試されるものでした。というわけで、今回はサスケのルーツとなった競技、ハンドウォークの紹介でした。まさに逆立ち版サスケと言えるこの企画が、筋肉番付の様々な競技の走りとなっていったのでした。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。